ザ・オールド・エイジアティック c サ o ティビルディングベンガルアジア協会は1784年に創立されたアジアの研究機関である。コルカタのフォート・ウィリアムの最高裁判所の裁判長で言語学者のウィリアム・ジョーンズが主催する協会で1784年1月15日に創立された。創立時の名称は a ジアティック s サ c ティ t で1825年に ザ・エイジアティック・ソサ s ティ i 1936年からザ・ロイヤル・エイジアティック・ソサ c ティ c i e t y o に改名され1951年から現在の名称となった。コルカタのパークストリートにある1808年に現在地に移動した。1784年、ウィリアム・ジョーンズはコルカタ在住の有力なイギリス住民にアジア研究のための会の創設を提案する手紙を書き この正体に30人の住民が最高裁判所の部屋に集まった。ジョーンズは会の設立趣旨を説明し、教会は発足した。初期の特筆すべき会員には、チャールズ・ウィルキンズとアレクサンダー・ハミルトンなどがいた。裁判所の部屋を使って会合は開催され、会員は無記名投票で選ばれた。年月に自前の建物を所有することになり、 副会長の J.H. ハリントンが現在の場所を選定した。1784年から1828年の間は会員はヨーロッパ人だけであったが、1829年に H.H. ウィルソンの主導でインド人の会員が加わった。加わった会員の中には、ドアラクノット・タゴール、シーベ・チャンド・ラダス、マハーラージャ・バイド・ヤノット・ロイ、マハーラージャ・ブンワリ・ゴ・ビンド・ロイ、 ラジャーカリクリーシュナボーホター、ラジャチャンダーダス、ラムコマルセン、プラサナクマータゴールラがいる。1832年にラムコマルセンが現地事務局長となり、1885年にラジャンドララルミトラが最初のインド人会長となった。アジア協会のライブラリーには多くの会員から寄付された資料が元になって、各国語の10万冊を超える書籍と8000冊余りの 雑誌が収集されており、地図のコレクション、大量のマイクロフィッシュやマイクロフィルム、絵画、写真なども集められている。保存されている最古の書籍は1499年に出版された、先生術師、ジュリウス・ファーミカス・マターネスのアストローナミコラム、リーブリーである。18世紀末から19世紀初期にインドで印刷された多くの書籍が保存されている。 1796年に会員の博物学的な収集を行う博物館の設置の提案が行われ、1808年にインド政府がチャオランギー・パークストリートに施設を提供した。1814年にナサニエル・ウォーリッチの主導で急速にコレクションは増加し、1840年に目録が刊行された。1833年までは、 職員の給与は教会が負担した。この博物館はインド博物館に発展した。ありがとうございます。